はい、どうもカッパ院長です。じゃあ今度はブラジルのお話ですかね。ネイマール選手、なんかネイマール選手のこの責任問題、責任追及の声がブラジルでは上がってるっていうお話ですかね。まあそういうもんなのかもしれないですけども まあ確かにね、あれ PK ネイマール選手そういえば蹴らずに終わっちゃったなって、5番目っていう予定だったのっていう、最初に蹴ってたら、まあ言ってもね、たらればなんでしゃあないですけども、まあ結果的に、5番目蹴る予定だったのかどうかわからないんですけれども、だったとしてもね、そこに、番手が回ってくる前に終わっちゃったわけですよね。うん、確かアルゼンチンはメッシさんね、初っ端に蹴って決めましたっけ。まあ、あの流れを作るとかっていう、その勢いづける、まあどっちに転ぶか分かんないんで、仮に初っ端ね、このネイマール選手が行ってネイマール選手が止められてしまってたらね、流れも何もへったくれもない結果になっちゃったかもしれないですけど、なんだろうね、やらずに後悔するよりね、やってなんかこうね、どっちに転ぶか分かんないけど勝負に行った方がみたいなね、やらずに後悔するぐらいだったら、やることやってクソっつって次に生かすみたいな方がまだいいのかなっていうのはよく言うじゃないですか。うん、まあいいや、なんで PK 蹴らなかったのかっていう話ですかね。もう衝撃の敗戦に、このブラジル、母国ブラジルサッカーファンたちはね、ネイマール選手に批判の声が殺到してるそうです。代表引退云々について聞かれて、正直わからないっていうふうにね、まあネイマール選手もなんかショックからまだ立ち直れてなかったっぽくて、うん、カタール大会準々決勝9日から始まってて、FIFA ランキング1位で優勝候補ブラジル代表が、まあ、日本代表を破ったクロアチア代表に PK 戦で敗れるという波乱が起きて、まあ、世界に衝撃が、ね、走ってると。で、スコアレスドローの延長戦に突入して、延長前半のアディショナルタイムにネイマールさんがね、ネイマールさん30歳か、まだ次わかんないですよね。35前後で出てきてる人結構いっぱいいましたよね。うん、で、技ありのゴールを決めて勝負あったかに思えたんですけども、延長後半クロアチアに同点に追いつかれて PK 戦にもつれ込んだんですよね。で結果2人止められたんでしたっけ、1人止められて1人外したんでしたっけ、ブラジルは。で、まあ2対4で敗れましたよと。でブラジル国内外のメディアからは PK 蹴らなかったネイマール選手に、あ、母国じゃなくて国内外も、海外メディアもか、ネイマールさんが批判の声にさらされてると。で代表引退問題だ、進退ですかね、ネイマール選手のね、にも注目が集まってるんだって。うん、まあ何せ選手層がね、世界一厚そうですから、どうなるか分かりませんけど、うん、仮にネイマール選手がいなかったとして、なんかそういう、うん、実際のこのプレーでも、あるいはこの精神的なこの支柱みたいになりうる人って、もう全員すげえプレイヤーだから、いくらでも候補いるのか。で、延長戦、ただね、全員すごいっつってもね、クロアチアはそれなんだろう、クロアチア相手にでも余裕はなかったっすよね、正直。なんかそんな気しません？うん。で、まあ、延長戦での均衡を破る素晴らしいゴールを決めたんですけれども、まあね、結果負けてしまったんで、まあ、号泣してましたけども、まあ、やっぱりブラジルが優勝候補だったんですよね。で、クロアチア、確かなんか本田さんもなんかインタビューではなんかブラジル首相みたいな感じで言ってませんでしたっけ。でメッシさんが、そう、一番すげえ、選手はメッシでも、アルゼンチンの優勝はないみたいな、なんかそういう感じに言ってたんで、逆になっちゃいましたね、実際の結果はね。うん、まあ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 、実際にそのやる試合やる前の、インタビューでの話ですからね。で、クロアチアは日本戦同様の堅守でブラジルを90分間完封してたと。中盤のプレスは日本戦より、激しかったと。でスコアレスドローの延長戦に突入して、その前半のアディショナルタイムでネイマール選手が2度のワンツーで守備陣を崩して、最後は相手のスライディングを避けるためゴール上を狙って均衡を、破る、1点を刻んだと。これが偉大なるペレに並んで代表最多となる代表通算77得点目だったと。すごいっすよね、やっぱり。
でネイマール選手がヒーローになる準備は整ったかに思われたんですけども、延長後半12分に、オルシッチ選手にクロアチアの、ね、左サイドを、ね、突破されてゴール前にクロスを送られてペトコビッチさんが、ね、左足を合わせたと。で、このディフェンスにこのボールが当たって方向が微妙に変わってたんですよね。だからキーパー反応してたんですけどちょっと届かなくなっちゃったんですよね。で日本を破った得意の PK 戦にもつれ込み、このゴールキーパーがすごいっすよねクロアチアのね、うん、で、この1人目のこのブラジルのこの ロドリゴさんですかね、これもう完全にドンピシャ読みが当たってた、そんなセーブに見えましたよね。で、まあ、クロアチア側は4人全員が決めて、でブラジルの4人目このマルキーニョスさんでしたっけ、まあ、もうポストに当てて、敗れたんですよね、うん。でまあ、ネイマール選手両手で顔を覆ってその場で座り込んで号泣、しばらく動けなかったんですけども、まあ、ブラジルの敗退が、ね、この世界にこの衝撃を与えてたんですけど、批判にさらされることになったのはやっぱりネイマール選手はなんで PK、ね、蹴ってないんだみたいな、そういうことらしくて、なんか5人目にっていう情報もあるんですけども、まあ結局わかんないですよね。ネイマール選手そういえばなんか足つって座ってましたよね、試合中にね、なんかのタイミングで、うん。で、スペインのこのスペインメディアのこのスペインメディアのこの難癖つけがなんかうぜえなちょいちょいスペインメディアのこのマルカってちょいちょい出てくるんですけどね。でまあ、このスペインメディアのこのねマルカみたいなところがね、いくつもこのスタジアムの出口で取材したこのブラジルサポーターの声をブラジルファンは涙した、あの PK はこじ開けられないとの見出しをこの取って、まあ、記事にしていたと。彼らの多くは延長戦前にゴールを決められなかったことが負けにつながった。だまあブラジルとしてはやっぱり PK 戦は避けたかったのかな。でという分析を共有したそうだが、一部ファンは PK 戦のやり方がまずい、ネイマールが結局蹴らなかったのがおかしいっていうことを強調してたみたい であとこの BBC 英国のね PK 戦のキッカーの順番について元ドイツ代表監督のクリンスマン氏が、私が監督ならネイマールが1人目の PK キッカーだっただろう、調子をつかむためには彼が必要だった。まあ僕もにわか目線で言わせていただくと、まあねやっぱその方が良かったんじゃないかなとは思いますけど、うん。で、さらに元イングランド代表ディフェンダーリオ・ファーディナンド氏も、ネイマールが PK 戦の序盤でギアを入れるべきだったと考えていると批判。まあ、彼らはさらにツイッターでスタジオにいる全員がどうして最高の PK キッカーが最後まで残されるのか語り合っている、彼は一度も PK 戦の前半で蹴ることがない、ネイマールは今そうした方が良かったのかと考えながらワールドカップを立ち去っているのかもしれないと。あ、基本的に番手一番では蹴らないんだネイマール選手は。じゃあまあブラジルにはブラジルの考えがあるってことだったんじゃないですかね。いつもだったらちゃんとね5番目まで回ってきていたっていう、そういうことなのかな。じゃあやっぱキーパーがうまかったんでしょ、うん。で、まあでも結局これもね、僕もこうなんか動画をお届けしてこんなこと言うのも変な話ですけども、結果論なんで何とでも言えますからね、僕みたいな素人も含めてですけどとりあえずもうお疲れ様ね、相手のキーパーがすごかった、そんなところじゃないですかね。でもほらブラジルの、ね、2人目だか3人目だか忘れてましたけど、なんかほらちょっとなんか日本人っぽくはないけど、なんかとっさんみたいな感じのさ、なんかサッカー職人みたいな人、名前忘れちゃいましたけど、なんかねすごいなんか決めたじゃないですか PK、 なんかもう突き刺さるようなシュート、バシッと、ああいうキックができる人日本にも欲しいなってちょっと思いましたけど、名前ごめんなさい忘れちゃいました、なんかとっつぁんみたいなサッカー職人風のすごい人、まあいいやということでね、今回は以上でさよならでございました。ではまたごきげんよう。